はい、どうも、佐久間優吾です。本日は久しぶりに、去年の11月ぶりぐらいに、はい、おすすめの本、目次読み、こちらを今日は配信していきたいと思います。今日ご紹介する第15冊目の本はこちら、デデーン、神道と日本人、魂と心の源を探して。ちょっと入院中に多分これ読んでて、コーヒーこぼした跡がついてますが、はい、山村さんが書いたやつね。早速目次の方を簡単に説明していきたいと思います。じゃん、どちら、前書き、神道の持つ普遍性と、読めない、はい、自分で読んでください。あっち。第一章、日々の営みの中に根ざす誠心。第二章、自然を敬い自然と共にあれ。第三章、聖なるものへ近づくために。第四章、災難から宿る転換点。第5章、凛として今を生きる武士道精神と魂の帰る場所。第6章、海を越えつながり合う神道のもてなしと心。第7章、守りつつ切り開く神職たちの新たなる試みと挑戦。第8章、時空を超えて宿る神々、出雲高千穂から紐解く神の何、座る、座るっていう字に巣って書いて場所。第9章、古くて新しい日本の形、熊野と伊勢に秘められた宿りの力。第10章、水光なる祈りの先にあるもの、空中祭映し出す永遠の祭り。後書きの第10章までです。第6章からなかなかね、これピントが合わない。第7章、第8章、このね、細かく章の中でも分かれてるんで、その辺を、画面を停止しながら読んでみてください。ピントが合わない。はい、ちょっと戻って、第1章から第5章、前書きから第5章までをちょっと。こんな感じになってます。見えるかな。まあ、早い話、気になる方は買って読んでください。魂と心、源を探して、やっぱり日本人の原点ですからね。著者、山村明義、昭和35年熊本県生まれ。早稲田大学卒業後、雑誌記者を経てフリーランス、ジャーナリストからノンフィクション作家へ。約3年半にわたり、日本全国で200人以上の神社神職へのインタビューを行い、神社に関する県なんとかを重ねてきた。本誌は満を持ち放つ神道に関する初めての単行本である。父系の祖父は、先祖は約900年前、菅原道正の後を追い、京都から九州へ、太宰府へ神職としてなんとかし、神職の有職古実の書、よくわかんない、こんな感じです。漢字が読めません。ということで、本日ご紹介したのは、神道と日本人、
中身は大変読みやすくなっているので、ぜひ読んでみていかがでしょうか。それでは今日はこの辺で。